いらっしゃいませ、つづみ社食堂店長のつづみ社でございます。さあ、ぶりちゃん、はい、今日もお菓子の会ですけれども、はい、今日は何を作っていくんでしょうか。またお餅です。またお餅、まあそれ大事でしょう、うん、やっぱりあのお餅はまだまだこう余ってるご家庭がたくさんあると思いますので、うん、お餅料理っていうのは喜ばれると思いますよ、うん、まあメインのね料理の方でもお餅動画上げてますけれども、うん、まあいいんじゃないですか。今日何を作るんでしょうか、そのお餅を使って。チョコ餅。チョコ餅、うん、というのはチョコ味の餅。そうです。チョコ味の餅なんてあれなんじゃないの、餅こねてる間にチョコ入れたらいいんじゃないの。まあそうなんですけど、うん、まあ、最後にちょっとココアパウダーとかまぶして、ほう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 、で冷やして食べる。まあでももともと四角いあのねよくあるお餅が余ってるご家庭が多分多いと思うから、うん、あれを使ってチョコ餅を作るということですね、うん、そうですそうです。わかりました。じゃああのお餅を使ってチョコ餅を作るということなので、本日も最後まで動画をご覧になってください。よろしくお願いいたします。切り餅2個、チョコレート 50g、 生クリーム 25g、 ココアパウダー適量。さあ、というわけでございまして、チョコ餅を作っていくところなんですけど、はい、何をしたらよろしいでしょうか。今日もお鍋使います、うん、お鍋、はい、お鍋、はい、準備してあります。で、チョコレートとお餅を細かく刻みます、はいはい、チョコレートとお餅を細かく刻む。お餅はまあ薄くですかね。はい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 。じゃあちょっとこれどかしといて、はい、まあ、チョコレート後の方がいいな、お餅先の方がいいわな、はい、うん、はい、じゃあお餅を、出刃ですね、じゃあお餅ということで、2個とも。はい、そうです。はいはい、じゃあ2つ開けといて、薄く、はい、はい、よいしょ、これ気をつけてくださいね、硬いですからね、お餅切るときね。こう包丁を押すと痛いですよね。そう、切れはしないけど、ね、痛いですよね、上の部分がね、うん、普通の包丁だとちょっと痛いかもしれないね、うん、出刃とかだと太くできてるからあれだけれども、気をつけてください。じゃないご家庭のバージョンもやっとかないとな、うん、こう置いてこのままこうやってやっていくと、うん、こう綺麗にこうやってこっちはこっちで切れますんでね。はい、こういう普通の包丁の場合はね、あ、3とこもやっておこうかね、じゃあせっかくなんでね、いろんなバージョン、ね、いろんなバージョン。今さっきは牛刀でしたね。牛刀、これ3とくですね。はい、はい、まあ、こっちの方が歯が細いんで、うん、まあ、薄く切るんだったら本当はこっちの方が薄く切れるかもしれないですよ、こうやってね。あとはもう店長のは切れ味いいから、はい、まあ、そこはチートですよね。まあまあまあ、そこは難しいところだと思いますけれども、うん、はい、包丁いっぱい出しすぎちゃった失敗したな。はい、はい、そしたらもうそれもお鍋に入れちゃってください。はい、こちらをこのままお鍋に入れちゃいましょう。よし、はい、はい、はい、そうしましたら、はい、よ、生クリームを生クリーム入れてもらって、全部入れちゃう、はい、はい、中火の弱火ぐらいで、はい、溶かします。結構少ないけどこれでいける。はい、でこれで、まあ、溶けきれないかなって思ったら、はい、少しちょっと牛乳とか生クリーム足してもらっても大丈夫ですけど、はい、あんまり緩くしちゃうとあの後で切るとき大変なので、はい、お餅とチョコが溶けるぐらいでいいです。お餅とチョコが溶けるぐらい、うん、だいぶ溶けてきましたかね。そうですね、だいぶいい感じになってきましたよ。もう5分ぐらいこねてますけども、うん、どうですか、ちょっと牛乳足した方が良さげですか。ちょっと完成がわからないから、足した方が良さげかどうかもわからないです。ちょっとカッコにしてみてみます。別に混ざりそうな感じはするけれども、何を作るか僕も分かってないので、足したらいいのかどうのかっていうのは足してみましょうかね。牛乳大さじ1杯ぐらい、大さじ1、はい、溶けた状態で、そうだな、ちょっと固めのわらび餅くらいかな。溶けた状態で、溶けた状態でわらび餅ぐらいを想定してもらって、はい、ちょっと足りないなと思ったら牛乳足すとかしてもらったらいいと思います、はい。これはお餅の形がなくなるまで回せばいいの。そうです。
ぱチョコレートで溶けやす、あの溶けやすいですけど、焦げやすいので、はいはいはい、必ずまあちょっと中火の弱火か、ここまで溶けてきたらもう弱火にしてもらって、はい、お餅の形がなくなるまで。まだちょっとあるからね。はい。で、もし、あの例えばこのコーティングされてるお鍋だと、ちょっとおすすめはしないんですけど、はい、あのなんか傷ついても大丈夫だよっていうお鍋があれば、はい、あのホイッパーとか、あの泡立て器ですね、はい、あれでグリ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 やっちゃってもいいと思います。ああ、そういうことね。うん、シリコンのホイッパーとか持ってる人はそれでも、それだとこのコーティングされててもいかないと思うので、はい、そういうのでグリ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 やってもこれはあるよね。あります。確かに、はい、塗ってやってみましょうか。はい、それですね。案外こうすごい混ざるじゃないですか。うん、混ざってるのかどうかわかんないけど動いてはいる。うん、完成が見えないからな。どこら辺が何をもって完成なのか僕は分かってないから、どんくらいの硬さがいいのかもわからない。もうなんか溶けてるような気もするし、お餅がね、もう溶けちゃってたら大丈夫です。溶けてるような気もするし、溶けてないような気もするし、溶けてますね、割とね、気もするしっていう。はい、じゃあ一旦これで火止めましょうか。はい、よいしょ。で、はい、こちらにラップを大きく敷いてください。ラップを大きく敷いて、はい、はい、はい、で、ここに、はい、ココアパウダーを、はい、そうですね、ラップの真ん中、この辺りかな、はい、に広げてください。はい、下が黒なのでちょっと見づらいかもしれないですけど、ありますからね。はい、ちゃんと見えてますよ。はい、もうちょっと広めにかな。はい、はい、で、そこに今あの練ってもらったお餅を、はい、上に置いてもらうんですけど、はい、あの舞うので気をつけて、そーっと。はい、気をつけてくださいね。あのこう上から行っちゃうとバフンってなるので、そーっとね、細長く。そうです、そうです、そうです。はい、で、上からまたココアパウダーかけます。はい、でこれ結構多めにかけてる方が美味しいので。ほー、量は多めで。はい、はい、はい、そうしましたら、ちょっと周りの余ってるやつも全部含めて、はい、キャンディーみたいに両端一旦ちょっと折りたたんで、はい、長辺の方ですね、長い辺の方を折りたたんで、よいしょ、はい、はい、で、そこ重ねてもらって、はい、よいしょ。で、端っこをキャンディーみたいにねじるってこと。はい、で、はい、ちょっとね、それの形を、はい、こうちょっと厚いんですけど、はい、こう、そうですね、ちょっと綺麗な形にしてもらって、はい、で、端っこをゴムで留めちゃいましょう。はい、よいしょ。今ゴムがなければクリップでも何でも、はい、こぼれなければいいです。よし、はい、はい、これでいいの。はい、これで冷蔵庫で30分ぐらい冷やします。じゃあちょっともうちょっと丸い方がいいね。はい、はい、じゃあこの状態で冷蔵庫で30分間、はい、はい、冷やしたいと思います。さあ、こちらのチョコ餅、はい、もうだいぶ固まってきましたけれども、はい、はい、じゃあそれを、うん、まあ、生チョコぐらいのサイズかな、はいはいはい、に切ってください。はい、わかりました。じゃあちょっとこれオーブンペーパー取っておこうかな。そうがあるからな。すごい、すごい硬くなるんだな、これ。もうすぐ硬いぞ、今こんな感じ。そんな硬いですか。うん、いや、こんな感じになるんだっていう、うん、もっとなんかこう柔らかくいくのかなと思ったら、そんなこともないんだね。結構ガッチリめになるんだな、うん、餅ってって思った。切ろう。よし、よし、はい。で、これ冷えちゃっていいのね。はい、
はい。おお。残ってるあのココアパウダーは、はい、その周りにつけちゃうので、はい、そのままで。はいよ。よいしょ。ほう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 。よいしょ。こう水分でついてないところあるじゃないですか。はいはい、こういうところね。はい。これを切っていくと。はい。はい。おこの側面とかもついてないから、うんうん、そこにもこう周りのやつパカパカってつけちゃって。生チョコだねこれは。うん。はい、これでまぶしていくと、はい、そうですね。これでももう乗せたいもんね。乗せつつやってた方が良さそうだな。これは、はい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 、はいはいはい。あんまりつけすぎると、うん、食べるときにむせちゃうので、うん、あのココアパウダーで、うん、そこら辺ちょっと注意しつつ、まあ、薄くまぶしてもらったらいいかと思います。はい、こんな感じかな。はい、はい、じゃあこちらで完成になります。というわけでございまして、チョコ餅完成でございます。じゃあ食べてみますわ。はい、チョコとお餅がね、この感じになるとずっと思わなかったんで、いただきます。あー、これうまいわ。大人の味。うん、うん、すごくビターだね。うん、これそれこそ、うん、ラムとか入れても、うん、美味しいんですよ。うん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 、うん、もう本当にだから、さっきマリちゃんが言った生チョコのもちもちバージョンみたいな。そうですね、ことですね。うん、あ、この感じになるんだ。なのでこう、例えば、うん、おせちが終わって、うん、七草粥とか終わって、うん、もうちょっとこう、和に飽きてきたなと思って、うんうん、したら、美味しいかなと思って。確かにちょっとすごいビターです。でも、うん、すっごい大人の味で、ちょっと七からちょっと苦いぐらいのレベルの味なんで、ウイスキーとかに合うかもしれないな、お酒飲む人だったら。そうですね、うん、もう日本酒、焼酎もお正月で飽きてきて、うん、ちょっと他のお酒、ウイスキーでも行こうかって続くとかはすごいいいつまみになるかもしれない、これ、うん、ちょっと子供だとちょっと苦いのかな、どうなの。ちょっと食べてみる。じゃあいただきます。はい、1個いただきます。うん、本当、うん、ちょっとビターだよ。でもね、まあ、ココアパウダーは甘みがないから、うんうんうん、まあ、その分ちょっとビターに感じるので、うんうんうん、ミルクタイプのチョコレートとかあるじゃないですか、甘いやつ、うん、ミルクチョコとか中のチョコをちょっと甘くするとか、うん、グラニュー糖足すとか、おやつにするんだったらさらに甘く添えてやればできると、うんうん、でも僕はこのぐらいの感じのビターな感じの方が、うん、すごく味があって好きなので、なんかこの、そうだね、確かになんかこう甘いもの欲しいけどあんまり甘すぎるとおしるこも飲んだしなとかいう方にはすごくいいかもしれない、向いてると思いますので、こちらも冷やして切るだけなんでね、混ぜてね、簡単にできますので作ってみてください。本日も動画を最後までご覧になっていただきありがとうございました。堤下食堂にご来店誠にありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ショールームのフォローもお願いします。